サーです。今回はこちら妖怪メダル USA ガムプラス、こちらを買ってきました。スナックワールドに人気を取られてると思いきや、意外とこちらの妖怪メダル USA ガムプラス全然売ってる場所がなくって、ちょっと買い遅れたらもうこれだけしかゲットできませんでした。はい、今回は7袋ゲットできましたが、果たしてお目当てのものはゲットできるのか楽しみに見ていきたいと思います。はい、一番欲しいのはこちらのエメラルニャンですね。トレザーメダルは1種類しか入っていません。妖怪メダルラインナップは全10種で、エメラルニャンがトレザーメダル、メリケンメダルからはドジラ、スノーラビー、激辛ボーイ、エルシャクレロ、ファントム、そして必殺技メリケンメダルとしてスカイシャリマン、ハンゾウ、トレジャージバニャン、トレジャーコマさんとなっています。はい、今回はエメラルニャンが出たら OK という感じで開けていきたいと思います。まあ、今回は全部開けるんですけど、こちらを探していきたい。出てきてくれるかな。はい、では早速どんどん見ていきましょう。まずは一つ目。はい。赤だ。はい。ガムはこんな感じの粒ガム。いつも通りに入っています。そして赤だったのは、激辛ボーイだ。激辛ボーイが来ました。2パック目。いきます。せーの。じゃじゃん。はい。エルシャクレロが来ました。はい。3パック目。いきます。せーの。じゃん。激辛ボーイ、マジで4パック目いきます。せーの、じゃん、エルシャクレロ、やだー、このパターンすごく嫌。はい、5パック目いきます。誰、ファントム。6パック目、うん、これ残りだったかな、赤だよ、スノーラビー。はい、ラスト、来るか、どうだ、赤だ、じゃじゃん、スノーラビー。ということで残念ながら出なかったですね。ドジラも出てこなかったし、必殺技メダルも1枚も出てきませんでした。これは悔しいからまた買うしかないね。はい、かぶりまくり。では今回ゲットした4種類かな、こちらのスノーラビー、ファントム、激辛ボーイ、エルシャクレロの音声を聞いていきましょう。はい、ではまずは激辛ボーイ。スノーラビシャクレロ。
まさかのボス音声ジャイアントババーンが来ました。もう一度行きたいと思います。ファントムの音声でした。はい、というわけで今回は妖怪メダル USA ガムプラス、こちらを紹介しました。エメラルニャンゲットのためにまた見つけたら買ってこようと思うので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。